さて今日9月22日は秋分の日です。秋に分と書く秋分の日です。徐々にね秋めいてきました。見るものもそして香るものもそして耳からもだいぶセミもね聞こえなくなりましたし、夜になりますとスズムシなどのねリリリンという秋らしい声も聞こえるようになってきましたね。ただ私は蚊に刺されることが多くなりました。暑すぎると蚊は活動しないというトピックスを夏ご紹介していたんですけれども、気温が暑すぎると蚊も夏バテするので木陰などで休んでいるらしいんですけれども、この時期はやはり蚊もね元気な時期です。もうだいぶ刺されました。この間1日川辺を少しお散歩しただけで7箇所刺されたんですよ。それが痒くて痒くて1日でですよ、1日で7箇所首にもね刺されたんですよ。ここ痛そうでしょ、かゆそうでしょあと結構腕にも刺されてしまって、もうねこんにゃろめーっていう感じですね。もう本当に狙われました。蚊はお洋服の上からも刺してきますから大変危険ですよ。私も長袖着ていたんですが、もう服の中も刺されていましたし、あとズボン履いていたんですが足も刺されていました。怖いですね。この時期ではありますけれども、ウナクールもう最強のやつを購入しまして、もうスースーでなんとか乾かないようにね頑張っていますけれども、この後も秋進んでいますが蚊は大敵ですよ。